サザンビーチ二つの足跡波にさらわれサンセット沈む夕日の美しさ君と見てた影先の風に吹かれて今日もスタジオの方には非常に多くの方々が来られてまして、お芝居をやる方、音楽祭をやる方、お料理をやる方、いろいろな方が今日も集まって、ジャズのところから始めたいと思います。今日は MC のハチがお休みということで僕は一人なとか、頑張りたいと思いますので、皆さんコメントで、応援のほどよろしくお願いします。ということでこの茅ヶ崎テレビは、ブロッケード茅ヶ崎デンモーターズ、あ、これ言うの初めてだいつも MC の女の子が言ってくれたので間違えないようにしてますけど、ブロケード茅ヶ崎デンモーターズ、欧風食堂ハンティーヌマシュ、三宅歯科医院、株式会社ディーズエステート、電動モーターズ、 NPO 法人湘南スタイルさんのご協力でお送りしております。はい、ということで、じゃあ今日ちょっと頭僕はミスってしまいまして、2分遅れでスタートしたんですけれども、はい、どんどんこれから進めていきたいと思いますけれども、では早速最初のゲストの方をお呼びしたいと思います。今週の土曜日ですね、茅ヶ崎で、劇を公演を行う静香さんです。静香さんどうぞ。はい、皆さん、どうもどうも、こんにちは、こんばんはですね。どうぞ。失礼しました。じゃあ、簡単な自己紹介ですかね。そうですね。はい。簡単に自己紹介させていただきます。自称俳優、ね、犯人みたいですけども、犯人じゃございません。一応俳優をやっております。ですね、地元、湘南地区を中心に活動していただいた劇団ペクト、および、劇作家小松杏里の主催する、演劇プロジェクト月光社などで以前活動しておりました。でここ近年はですね、市民劇団湘南座さん、それから清水智美さん主催の、演劇、企画とかですね、そちらの方に参加して、活動しております。そんな感じですね。はい、はい、分かりました。はい、そういえばこの前の湘南座の20周年の公演はすごかったですね。はい、それも出演、はいはい、しましたね。もうほとんど主役級の出演で、はい、はい、もう僕も今47なんですけども、はい、体結構動かしてですね、まあ、ご覧になった方分かると思うんですけど、はい、結構足腰がボロボロになってですね、ですよね、もうずっと低い体勢で中も走り回ってたというような感じでしたもんね。頑張ってやりましたが、はい、楽しんでいただけたでしょうかね。で非常に楽しみました。あ、そうですか。あれが1回切りたらもったいないってみんな言ってますよね。そう、あそこからやっぱ芝居って面白くなってくるようなところがあって、はいはい、ね、残念ですよね。残念ですね。まあ、有料でもいいから、まあ、前回はね、大ホールを使って無料の公演だったわけじゃないですか。そうですね、はい、まあ、有料でもいいからも一回やってほしいなっていう声がもう多々あると思いますので。そうですか、はい、じゃあ働きかけてみます。はい、まあ、ただ和夫さん曰くじゃあ8000円取るからちょっと8000円は高いですね。高いですねそれでちょっと引いちゃうようなところがあるかもしれないですけど、はい、まあ、ですから、まあ、2000円ぐらい、1500円から2000円ぐらいですかね。そうですね、安いかな、それぐらいで。そうですね、はい、お客さんとにかくまあ呼べればね、そうですね、可能だと思うんで、はい、頑張ってまあそういう活動も続けてですね、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、あれはあの時は確か800人ぐらい、750ぐ
ぐらい入ったって言ってましたね、はい、すごい数ですね、まあでも逆に言うと750人しか見れてないわけじゃないですか。ああそうですね、もっと多くの人にね。そうですね、あそこキャッパ的には1400、そうです、1400ぐらいありますよね。ありますよね、はい、ですから、まあ、まだもう倍ぐらいの人が入れるようなキャッパになると思いますので、うん、はい、はい、そうですね、はい、着々と目指して今度は1400ということで根回しをして根回し1400で1人1000円だったらペイできるんじゃないですか。どうでしょうね、いけるのかな。ああいうお芝居ってどれぐらいお金かかるものなんですかね。結構ちょっと僕もちょっと換算できないんですけども、はいはい、うん、まあでもあの大ホール系だとやっぱりね、あのやっぱ1000、うん、2000じゃちょっときついかなという感じがしますから、はいはい、うん、で出演者数も70人でしたっけ。60、そうですね、70弱65とか言ってましたんで、はいはい、バレエありハープ8台ありのすごいお芝居だったなというふうな感じなんですけれども、ね、バレエの方、はい、ハープの方、それから何だろう、フラダンス、はい、バンド、はい、それからベリーダンス、ベリーダンス、ね、ちょっと私も忘れちゃうぐらい。あとあれもあったじゃないですか、あの茅ヶ崎テレビの第、何週だっけな、3週の MC をやってくれてるリエちゃんの、リエさんのフラメンコですね。フラメンコもありましたしね。その方、妖艶という言葉はまさに彼女のためにあるようなね、はい、そうですね、はい、そういうまあ大規模な、はい、まあ公演の後に、はい、で今度今週の土曜日はどんな公演。あ、はい、今週の土曜日はですね、はい、その2週間後になるんですが、はい、私来週の土曜日でしたっけ。あ、違う、今週ですね、すいません、はいはい、今週です、はい、11月のですね、2日、それから3日ですね、はい、はい、土日、ですね、茅ヶ崎駅南口、東海岸通り入り口のですね、カフェおじさんちというですね、ユーゾ通りですね。あ、ユーゾ通りになりますね、はい、そこのライブハウスで、はい、小さい芝居45分ぐらいなんですけども、うん、行います、はい、11月2、3とですね、8時から、うん、20時から、はい、なんですけども、追加で18時半という公演を入れましたので、全部で4ステージ1日2ステージずつやることになりましたので、うん、土曜日の8時とか、まあ、ウェブ見せていただくともう売り切れということですね。そうです、はい、土曜日のですね、うん、2日土曜日の20時はもうちょっとあの満席になりましたので、はい、あと立ち見にねちょっとなってしまうんで、はい、できたらですね、あの18時半の早い時間の方の予約をしていただくと、はい、余裕を持って楽しんでいただけるかと思いますんで、うんうんうん、私的にはそちらをね、お勧めしたいと思います。というと、まあ満席になって追加公演みたいなもんですね。そう、あの18時半、そうです、あの急遽昨日くらいですかね、やっぱあの藤川さんにあのユーストの放送もしていただくんで、ちょっとその考え、はいってですね、少し時間を見て、はい、その時間に設定してみたんですけども、はい、そうですね、ユーストをやります、うん、それは、カズオチャンネルという、はい、神奈川県議会議員の、はい、岩本さんが毎月第1、第3土曜日かな、はい、にやっている番組、ね、ちょうどまあ第1だということで、はい、そこにまあお邪魔して、はい、劇もカズオチャンネルも一緒にやっちゃおうということで、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、まあ、僕は実はそのお芝居一度見せていただいてるんですけれども、あの4月にですね、はい、そう、4月の時もあのカズオチャンネルでやっぱ配信していただいて、そうですね、でその時は僕単品とか言っちゃってソロで出てですね、はい、ソロで出たのではなくて、地元のですね、蛇の道さんというバンドがあるんですけども、はいはい、そちらのライブの方に呼んでいただいて、うんうん、その中のコーナーなんだろう、はい、で芝居をちょっと20分ぐらいのやるという形で上演させていただいたんですよね、うん、確かにあの時スクタマさんも出てましたね。今日ね、今日いらっしゃってますけども、はい、スクワート&ハウアリタマさんもね、はい、ショーがありまして、まあ3人でこうコラボするような、はい、感じでのライブだったんですが、はい、で今度はですね、はい、そのもう今度はじゃあ今度も一人で、いや、でね、私一人ではないんですね、はい、私一人でね、おじさんがこう出るとなんか皆さんこう引いちゃうかもしれないのでですねちょっと女性のね、はい、キャリアのある女優さんとかですね、うん、それから声の出演というのはこの芝居すごくポイントになってくるんですが、はい、まあ声録音したものに対して、まあ、ちょっと役者がかけていくとかですね、うん、そういうのが結構ポイントになってまして、はい、声の出演というのも結構豪華にいろいろ出ていただいています、はい、といってもまあ湘南座のメンバーが多いんですけども、はい、岩本和夫さんですとか、はい、長谷川由美さんですとか、県議会議員と市議会議員がなんと声優で、出ていただき、はい、いただいております、はい、そうですね、清水智美さんですとかね、この間の真夏の夜の夢に出たメンバーなんかも出ていただいております、はい、皆さんですね、結構とんでももない役を振られたのに心よくですね、うん、引き受けていただいた。特に和夫さんのセリフはちょっとまずいですね。まずい前回放送した時岩本さんの方から議員生命終わりだよっていうなんか流しちゃったまたそれを再びということです、ね、再び許可していただけたということで、はい、流しちゃいますね。じゃあちょっとこのポスターとかチラシを、はい、よろしくお願いします。これです、By for now、By for now、これ日本語に訳すとどういうことなんですか、ね、
おそらくじゃあねという意味だと思うんですが、まあ、じゃあねという言葉がちょっとキーワードになってですね、うんまあ、あの行くわけなんですけども、うんうんまあ、とりあえず今はさよならみたいな、今さよならみたいな感じですね、はい、なんかこう、まあ、僕はお芝居の内容を知っててあえて聞くんですけども、はい、お地蔵さんが出てますね、はいはい、お地蔵さんがあの私がやるわけなんですけど、はいまあ、こういうようななりをしてですね、はいそのお地蔵さんがまあ海辺に立ってるお地蔵さんで、はいひと夏の間ねあの海水浴場にバイトに来た若いお姉ちゃんと、うん、交流していろいろあるというお話なんですけども、はいうんまあ、ちょっとおまぬけで、はい、なんとなく泣けて、うん、みたいな感じの芝居ですので、はい、お気軽にあの来ていただくと、ねうん、あのいいかと思いますので笑って泣けてっていう感じですねこれはそんな感じですねはい、はいうんはいそれが今週の土曜日日曜日はいそうです、はい雄三通り入ってすぐ左側もうほんとすぐですねそうですね、はい、最近あそこ美容室に変わりましたねあ、ま、そうでした確か不動産屋さんだったんですよシーサイド住建、はいはい、が今美容室かなんかに変わってその2階ですよねそうですねはい不動産屋さんもある。あ、不動産屋もあるんですね。隣の綺麗なのが美容室みたいな。はい、なるほど。はいはい。なるほどですね。はい、確かそうですね。今日の、レギュラー陣のエビ県の公園事務所でもあるようななんかそういう話。看板設置だけ。看板設置。いつもそこに行くとね、エビ県立ってる。エビ県とは立ってる。そうですね。エビ県の。そうですか。わかりました。まあ、エビ県も必ず行くって言ってますので。ああ、そうですか、うん。ありがとうございます。多分友達50人ぐらい連れて。いや、50人。じゃあ、18時。溢れてるよ。ああ、そうですか。今日もしあのチケット販売するんで、あ、エビ県だと10枚ぐらい買います。ああ、そうですか。ありがとうございます。18時半の会にですね、あの来ていただくと、はい日曜日。そうですね。あの余裕を持って見ていただけるかと思いますので。日曜日の20時もちょっときつい感じです。ですね、ちょっと埋まってきてますので、うんうん、18時半の方があの安心かと思います。じゃあ土曜日も日曜日も18時半からの回、はい、の方が安心ですね、7時15分とか20分ぐらいに終わるような回、ね、そうですね、45分の芝居ですので、7時だからなんだ、18時半だと7時15分ぐらいには終わる予定ですね、なるほど、はい、はい、分かりました、じゃあ、はい、あの僕もまあ放送がてら、よろしくお願いします、楽しみに行きますので、はいはい、よろしくお願いします、頑張ってください、はい、はい、では今日はありがとうございました、どうもどうも、またありがとうございました、ありがとうございました、石塚さんでした。ということで、繰り返しますが今週の土日来月の11月2日3日ですね、雄三通り入ったところすぐのところにある、カフェおじさんちで、公演がですはいではどんどん進めていきましょう、現在4分押しで約5分押しで進んでおりますので、ダムちゃんのマシンガントークでスカスカっと進めていただければと思いますちょっとカメラと調整しますね、スカスカッと中身がないみたいな感じ、最近ないからね、確かに、あそこはサザン通り、サザン通りとてポーミチの交差点をちょっと辻堂の方に行ったところにあるカンティーノマ州のシュンちゃんのシュン小出の旬のレシピコーナーです。はい、よろしくお願いします。どうもこんばんは。まあ、早速会わないですね。そうですね、まあ、毎月、あ、そう、僕はあの茅ヶ崎の南口の鉄砲道沿いでカンティーヌマシューというお店をやっています。なんとやってます。はい、で、こちらは、僕はですね、通りすがりの人ではなく茅ヶ崎のブロケードっていうね、手配りで 駅前で配ってるフリーペーパーがあるんですけども、これを作ってます。で、この中にですね、こんなページがドン、旬小出の旬のレシピというコーナーがですね、毎月掲載されていてですね、これの連動企画ということでですね、はい、これが19回目だ。今回もう20回目ですね。20回目ですね。もう大台ですね。20回ですか。20歳ですね。1年以上やってるってことですね。そうですね。もうすぐ2年、もうちょっと2年ですね。ということで、先月は、まあ、栗を使ったレシピだったんですけども、19歳は栗でしたね、うん、はい、今月っていうか来月か、来月は5日発酵なんで、もうちょっとです、はい、旬ということでレンコンを使ったレシピをちょっと紹介したいなと思います。なんだレンコンさん、まあ、このね、コンセプトは手軽にできるということで、めっちゃこれは簡単でしたね。そうですね、はい、簡単すぎました、ね、簡単すぎます、はい、なのでぜひ皆さんも作ってみてください、はい、じゃあそれでは早速 VTR の方に行きたいと思います。どうぞあ、スカスカってのはレンコンに絡めてこうスカスカだったんだよね。あ、そこすげえ、こっからそこに入ってる、なんかかっこよかったの入りが。はい、こんばんは、今月も始まりました旬のレシピ、今回のテーマはこちら
里芋じゃなくてレンコンです。レンコンを使って、調理していきたいと思います。はい、早速ですね。まずこちらは、今回エビとレンコンの新状ということで、まあ、エビをまず、はい、こちらさっきレンコンでしたね。レンコンをね、ピーラーをね、はい、使って剥いていきますね。はい、まあ剥きにくかったら、まあ、ちょっと包丁も使ってね。でちょっとあの色が変色しちゃうんでね、すぐ水にさらすといいです。さらし物にしてね。その間にね、ちょっとこのエビを、はい、あの刻んでいきます。あの殻取って背ワタ剥いて、まあ、叩いていく感じですね。うん、あもうこんなところも流しちゃっていいのかってぐらいグロいっすね。でここにこのさっきのレンコン、レンコンをこれちょっと大変なんですけど、あの、はい、おろし金ですりおろしていきます。叩いたりおろしたりして、またいつも通りぐちゃぐちゃにして、もうね、形も何もかも形ない状態にして、ね、形ない状態にして生きとしいけるものを、でこれあのちょっと水分が出るんで、ザルでちょっと水分を切りたいと思います。はい、切って切って、でこれをさっきの、エビと一緒に混ぜます。ぐちゃにさらにね、でまあレンコンのね、成分で粘りが出る成分があるんで、それを利用して、ね、作っていくんですけども、味付けはまあ、シンプルに塩、シンプルなベチャベチャで、片栗粉もここの材料の中に一緒に入れていきます。ぐちゃぐちゃでね、もうヒレドラみたいですね。まあ量はまあ大体これぐらいですね。詳しいちょっとあの気にしないでくださいね。はい、あの詳しい分量はあのこちら来月の、はい、ブロケードに載っていますので、はい、ぜひそちらをご覧いただければと思います。まあ、でも作ってと思いましたけど、マジであの分量が少なと思って、なんか原材料少なと思って本当ね、今回は簡単です。簡単かつ美味しく、そうですね、これでよく混ぜます。ここでね、よく混ぜるのがポイントで、ね、こねくり回して粘りを出すということで、こねくり回して、もうでまあ大体この大きさはね、まあ好みなんですけども、やらしい手つきで一口大ぐらいいいかなと。寿司の握りっぽい掴み方だね。手首の、まあ、あのこねくり方がすごい。でこの油はね、大体あの170から180度ぐらいに温度にした油で揚げてあげると、こねくり回してカラッと揚がるかなと。揚げるという。もうエビとレンコンとかも何してくれてんだって、これ、まあ、あの家庭でね、あの大変だっていうのはね、油ちょっと少なくてもね大丈夫なんでね。でこれ揚げて、まあ、中まで一応エビが生なんで火が通ってることをこの鉄串とかを使って、まあ、あの唇の下とかでね、よくあの温度測るのがね一番ね、ダメっすね、あの温度感じられるとこなんで、ね、まだダメっすね、これでチェック。あのこれでちょっとぬるかったら、まあ、もうちょっとかなっていう。なんかあの唇に当てるときにはちょっとカッコつけてますね、なんか。ここ一応見せ場だから、見せ場だからさ。ちょっと顔がこう透かしてる感じ。おっけてましたね。これ画像止まっ、あ、大丈夫。で、まあそれできたやつを盛り付けて、でまあ彩りにね、まあ、クレソンの葉っぱを、ね、この葉っぱをつけると何でもおしゃれに見える、ね、おしゃれな感じで、ごまかしの葉っぱで、うん、ごまかしじゃないですけどね。なんかお皿の上に唐揚げ乗ってるだけなんで、唐揚げ乗ってるだけのところにごまかしの葉っぱを、唐揚げじゃないですよ、皆さん。でこれをじゃあ、うん、そうですね、試食コーナーですね。はい、こんにちは。ということでね、秋ですね、いや冬ですね、もう見てください皆さん、ご覧の通りめっちゃ暗いっすよ、もうめっちゃ暗い。さあ皆さんね、この人肌寂しい時期になってきましたけども、今月もね、行ってまいりたいと思います。今回はですね、今回の料理はなんとドラゴンボール。ドラゴンボールですね、これは陰心中、陽心中。さあ、レンコンとエビの心情、心情、心情、レンコンとエビの心情ですね。日ハムとか阪神でね活躍した選手ですけども、さあなんかね、見た目すっごいもうあの素朴な感じで弁当屋さんにあるような感じですけどね、まあ、ちょっとまあなめくり回して、一旦こうなめくり回してもらって、葉っぱがこう邪魔をしてからのドラゴンボールみたいな感じで、さあワクワクまか不思議アドベンチャーですけども、じゃあ早速このじゃあまか不思議アドベンチャーの、さあ思わぬハプニングで国家警察から電話がかかってきて、僕の
あの悪だくみもバレたところで、さあ試食大会始めますか。ドラゴンボール、じゃあいただきます。あこ、うん、なんとドラゴンボールが意外とふわふわしてる皆さんこれ見た目ではわからないと思うんですけど、結構ふわふわしてますこれ。まあ均等運ですね、これはドラゴンボールじゃなく均等運でしたね。均等運が上がってるような感じで、まあ口の中でこうべちゃつくじゃない、べちゃつくべちゃべちゃふわ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 する感じで、まるで均等運固めちゃいました均等運固めちゃいました料理ですね。ちょっともう一口いってみましょう。エビとレンコン、エビとレンコンって言われるにはあんまりエビ感がないんですけど、それはちょっとあれなんですか。まあ、ね、はい、あれ強みと。なるほどね、なるほど。レンコンの粘、まあレンコンが主役なんで。なるほど、レンコンのあの魂がこもってるらしいですね例えるとするとあれですね、あの放課後好きな人の下駄箱の前に立ってる時のあの感じラブレター渡す前みたいなふわふわ感がこの中に広がってますね。うん、なんとタルタルをつけてこうさらにこう甘酸っぱい味の変化をたっぷりつけて、うん、あ、こっ、あ、あの富士急、あ、富士急じゃねえ、あれ東京ディズニーランドに行った時の感じですねもう口の中でこうワンダーランドが、お口のワンダーランドですね。ふわふわとこの程よいね甘さがこうなめくり回してる感じで、はい、ワンダーランドです。要するに何が言いたいかというと、この料理は外見がごつくてドラゴンボールに見えるんですけど、中はワンダーランドなんですさあということでね、こんな感じで今回まあこれはね、あのなんかこう一品もう一品物足りないなって時にこういいかもしれないですね。もうハイテンションじゃなきゃな、お弁当の、うん、そう意外とね、お弁当のあれにもテンション上げてちょうどいいスペースのぐらいだよ、ね、あれにもなるお弁当スペース梅料理昔のみたいな昔のレンコンと自分で撮ってるからね、なんかこうエビのカメラ新庄がそろそろ戻るよ。今月は新庄ですマイクを上げてください。はい、はい、ということで以上でしたけども、どうすかね、ワンダーランドですねあのスタジオ内でめっちゃシーンとなってますけどね、滑くり回してましたねまああのね、このねレベルもちょっとずつ上げていかないといけないんですけども、はい、まあ見たようにめっちゃ簡単です。そうですね、簡単でしたね、うん、ぐちゃぐちゃにするだけですもんね。材料もエビとレンコンだけなんで、はい、食材をぐちゃぐちゃにして終わりましたからね。あのお弁当のおかずとかにちょうどいいと思います。あ、そうですね、うん、あの困った時の一品みたいな、そうあの副菜にね、はい、あのちょっとついてると子供も喜ぶかなと。藤川さんなんかめっちゃなんか、うん、美味しいって言ってました、ね、美味しかった旬レシピ史上最高にうまかった、まあ、毎回言ってるんですけどね毎回言ってますねということで、まあ、さっきも言いましたけど、この詳細はあの来月11月の、はい、11月5日発行の発行のブロケードのこのレシピコーナーに分量書いてありますんで、はい、あのどこでもらえますか。茅ヶ崎の駅前など北口南口の出口とか、あとラスカの入り口にあるあの観光案内所っていうところだったりとか、うん、またお店ね、うちのお店にも置いてありますし、はい、ますし、うん、まあ、各店舗に置いてあるんで ね今日の、あ、明日の朝僕が無事にあのデータを印刷所に送れたらの話ですけどね。で、じゃあそう早速、はい、ちょっとね、あの告知をまだ終わってないんだこれから終わってないこれからなんだ告知をいくつかちょっとしたいと思うんですけども、はい、なんとあ、まあ、まずね、イベントが最近出店が多くて、今5週連続土曜日は、うん、5週連続なんとハードな5連週、あの昨日は茅ヶ崎の中央公園でベロフェスタという自転車のイベントに出店してまして、そうそう口の中じゃないですけどね。で今週の土曜日あ今週の
あ、月曜日ですか。月曜日、来週の月曜日、祝日っすよね。はい、これ柳島のキャンプ場でウィルアイランド、なんだ、はい、なんだっけな、なんだなんか、オータムキャンプを楽しもうみたいな無料のイベントね。そうです、そうです。そちら無料で入場できて、まあ、いろいろ楽しめて、あの屋台もあるので、あの、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと。提供していると思います。はい、で11月の9日、そして16日、2週連続で辻堂公園でイベントがあるので、うん、そちらの方も海浜公園、そう、辻堂海浜公園、はい、そちらの方ももし来ていただけると、うん、茅ヶ崎牛のハンバーガーなどが食べられます。はい、昨日はエビケンさんも食べに来ていただいたので食べてないですか？え、ハンバーガー食べましたよね。エビケンさんも食べていただいて、うん、なんと違ったテレビ見たでワンコインの100円。おい、おう安すぎるだろ、原価オーバーだ。もともとワンコインの500円なんですよね。そう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 。で、まあ、あのお店のイベントとして来月、あの11月10日に、あんま11月10日というか、しんちゃんなんでこっち見んの？ラブちゃんと喋ってるから、ラブちゃんの見てあげる。11月3日が、マシューの3周年になります。おっと、3周年、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。で、3周年の当日は、はい、なんと、湘南国際マラソンに出場しているため、はい、お店お休みとさせていただきます。去年は走った後そのまま店やってたじゃん。いや、それ一昨年ですね。一昨年か。一昨年やって、うん、あの結構大変だということに気づいて、年々年々年を取ってやっぱり体力が落ちるんだよね。フルマラソンの冷静なあの今年はちょっと4時間切りを目指したいなと思ってるんで、ん、4時間切りサブ4、サブ4、サブ4、あの、うん、ちなみにこの方も出るんですけど、本当出ます。一回も練習してないですまだ。で、それがあるので、3周年は10日、1週間後の11月10日日曜日の、夕方から、はい、やるので、2500円で食べ放題です。まあ、すごい。飲み放題。飲み放題。飲み放題はつかない。つかない。まあ、飲む人飲まない人いるんでね。まあ、あのそこはキャッシュオンで行きたいなと。食べる人食べない人もいるじゃん。食べない人はいないんじゃないですか。さすがに。あのお腹空かせてきてください。で、あのミュージシャンの方も、はい、飯田舞ちゃんと。わお。野崎優真くんと、深澤由紀さんという、お三方が決定してますんで。そしてなんと当日は旬小出が一発芸をやるという。それはないですよね。ピアノ練習してるらしいじゃん。ふんどしっちょでラムちゃん来てくれるそうなんでね。ふんどしっちょでピアノを弾くという一発芸なので、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらと思います。そんな感じですかね。何か告知ありますか？ブロケード系。ブロケードは11月5日に発行されて、あと、次の特集は宴会特集ということで、なるほど、忘年会、はい、年末に向けて皆さん参考にしていただいて、ぜひお得なクーポンいっぱいありますんで使っていただければと思います。はい、うん、忘年会俺もう7つぐらい決まったよ。あ、マジですか？早っ、早っ、どんどん芝居並みだね。うん、いや多分ね20はいくと思うよ。芝居並みだね。じゃあ3個ぐらいマシューでお願いします。いや、それはまあ、はい、俺またってほとんどないんだよね。あ、そうだ、イベントで1個忘れてたんですけど、一番近いイベントが、うん、今週の土曜日に、今週の土曜日、あの辻堂で地引き網があるんですけど、うん、はい、あ、そうだね。あの、はい、ここでも、はいはい、こんな今あるんですかね。ない。ないんですけど、うん、前まで出てた大塚さんの一休堂の大塚さんという人がいるんですけども、うん、そちらの方主催で、そこに店舗が7店舗出るのかな、うんうん、そこにまあ出させていただきますので、はいはい、そちらの方もなんか地引き網したりいろいろ楽しいイベントらしいので、すっごい面白いらしい。企画ね、聞いてないし、なんかすごい宣伝してくれって言われてるんだけど、ゲストとしては、うん、あの愛しのエリーズも、はい、なんと、ね、出てくれるので、うん、あ、結局生きることになったんだ。あれ、あ、イベント立ってて招待されてる。てか、いや、あ、PA だよ、ね、そうだそうだ、PA だ。結構楽しいと思います。なんかすごいいとしのエリーズ出るってのは聞いてなかったってこと。それ聞いてます。はい、なのでよかったら遊びに来てください。はい、以上で、はい、旬レシピのコーナー終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、お、ありがとうございます。かなり負けました。お、ありがとうございます。4分押しがね、4分巻きになりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、では今、次はですね、久しぶりにのあの子が登場のあのコーナーです。はい、あの子ガールズ、あの子初代マルフォーガールズ、うちが呼んだのに。はい、じゃあちょっとね、人数が多いのでなるべくこう広がって、ちょっとマイクをちょっと設定しますね。マイクじゃないや、カメラをちょっと設定しますね。
毎週月曜日茅ヶ崎何人でますか？3人です。3人ですね、はい、しかも一番あの藤川さんの隣、はい、あ、ですね、あ、そっちの方がいいかな。あ、はい、あ、ごめん、ここでもいいよ。どこでもいいよ。ここでもいいよ。なるべく寄ってください。はい、はい、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。今カメラの調整しますからね。全然何すればいいのか分からない。では、このコーナー、もう、あ、もうじゃあこのコーナーは、ウッチーにお任せしちゃうような感じでよろしいでしょうか。いいよ。じゃあウッチーの防災コーナーです。どうぞ。ちょっとお尻が今日はすごいです。先週ぶち上げたマルボーガールズ養成プログラムに初代マルボーガールズの水香それからあと今日はスペシャルゲストの、はい、茅ヶ崎トラストチーム久能さん、はい、来てもらいました。よろしくお願いします。久能さんは、はい、あの茅ヶ崎の防災リーダーやってて、茅ヶ崎で多分マルボーガールズ女教科、いやマルボーガールズも初めて聞いたし、教科初めましてなんですけど、はい、いや本当にそうですか、はい、まずはフェイスブックのお友達からということで。そうですね、よろしくお願いします。国見人です。久能です。スマイル茅ヶ崎、はい、スマイル茅ヶ崎、はいね、それで今日のお題は急ですがトイレです。トイレです。なぜトイレなんでしょう。急に振るなよみたいな。トイレはしなきゃいけないですからね。はい、あの実は、はい、今朝あのフェイスブック見てたら久能さんとあともう一人そのトラストチームの高橋玲子さんという人がいて、昨日と一昨日2日間かけて何やらトイレの勉強を大学でしてたと。そしたら、うん、災害時トイレ衛生管理士管理講習会みたいなのをやっていて、もうトイレの一冊、はい、そうです。でもうぜひやってと、はい、でみんなちょっとあの大地震の時にイメージしてみようってちょっと先週やったんだけど、トイレはどうなる。混み合って、混み合う、洋式トイレ、和式トイレの人流れないですよね。いる、流せないですよね。水来ないしとか、はい、それからどういうことになります。臭いそう。で、今避難所にね何人も集まったりするので、出血しますよね。はい、出血するし、うん、携帯トイレみたいなのね、持ち歩くようにしたりとか。持ってるの。持ってないっていう。俺持ってるの。こうなんかこう入れてこうやるやつ、電車の中とか。え、してるんですか。あと入ってる、俺の中入ってる。そのあとあのあれ、ある大先生からあのエレベーターには絶対トイレを我慢して乗るなって言われてたよ。あ、なんでかちょっとあの南海トラフの大地震をのやった先生で、うん、まあ、10万台のエレベーターが10時間止まって30万人閉じ込められちゃうらしいから、うん、まあね、10時間も閉じ込められたらいずれはなっちゃうんだけど、やっぱり最初の一人目は嫌じゃんみたいな。あの狭い中で、はい、わかりました、はい、すいません、あの僕喋りすぎちゃったね、うん、なんでトイレなんですか、講習。あ、そう、そう、なんか災害時に、うん、多分皆さんの食事とか水とか、うん、そういったことは結構備蓄するっていうのを意識してると思うんですけど、うん、でもトイレって必ず誰でもするじゃないですか、うん、食事で我慢も、そうそう、我慢も、うん、やっぱできない。カメラこっちだ。我慢もうちょっと下げて。我慢もやっぱりできないものなので、そこをちょっと忘れてもらっちゃ困るっていうか、あのそこ大事だよっていうことをちょっと、うん、あの知ってもらいたいなと思って、うん、でトイレ勉強して。阪神大震災の時も結構膀胱炎になっちゃう、なんかだから何万人に1人しか1台しかなくて、うん、トイレ行列1000人とか、うんうん、なんか膀胱炎になっちゃった、うん、で僕はあのよく1ヶ月あのサバイバルするのに食べるの1ヶ月だけど出すのも1ヶ月、うん、でさ出せないとさ食べれなくなっちゃうから、うん、そうすると元気出なくなっちゃうみたいな、うんうんうん、だよね。そうで、出さないと食べれないっていうのもあるし、トイレに行くのが嫌なので食べるの我慢しちゃうとか、水を飲むの我慢しちゃうとか、やっぱりそういうことが起こるでしょ、うん、そうするとやっぱり脱水症状になるとか、あとはやっぱり栄養がいかなくて、あの抵抗力が落ちて病気になりやすいとか、やっぱり避難所なんかのああいう狭い空間の中で
いろんな人がこう集まるわけだから、一つのねそういう病気なんかになっちゃったらもう大変なわけですよね。だからやっぱりそういうことも我慢しないで行ってもいいんだよ。でもそのためにはやっぱりトイレの環境を良くしないとダメだよねっていうようなことをちょっとまあ勉強してきました。でなんか、はい、見えないか、こんなトイレを段ボールトイレで作ったりとか、なんか便器の形してますよね、うん、まあ、こんな凝ったのはそんなに簡単に作れないと思うけど、うん、そうですね。あとはなんかこういろいろこういうタイプの洋式便所ばっかりだね、基本は。っていうのはやっぱりそのトイレって要援護者で、例えば障害がある人とか、うん、それから女性子供、うん、あとはそうですね、そういう人たちが、うん、まあ、使いやすいっていうのを考えると、うん、やっぱり足の悪い人とかがね、うん、使いやすいということでこういう形がいいんじゃないかなっていうことで、うん、まあ、これは私たちが作ったっていうか、うん、昨日の講習の時にこういうのを紹介してもらって、うん、でその引っ越したりとかした後のこの処理の仕方、こうやったんですよ、うん、ビニールの中に新聞を、まあ、さっきちょっとありましたけど新聞をちぎって細かくしたのを入れて、うん、粉くずみたいにしてね、そうそれなんか消臭なんだよね、消臭にもなるし、でおしっこなんかも水のまま取っておくのって無理じゃないですか、吸わせるっていうらしい、そうそうです、いやじゃん、なんかこう気さ想像しちゃったよ、それもそうだし処分どうしようもないじゃないですか、引いてる引いてる水画面上新聞紙ってそうですよね、そうそうそう、消臭粉くずとかね入れるといいらしい、あとはでも粉くずはどこにもないけど新聞はどこにでもあるので、やっぱりどこにでもあって手に入りやすいものでね、どうにかしなきゃいけないっていうことなんかね、僕ダイビングやってんだけど、まあ、石垣島行ってでボートダイビングとか行くわけ、急にお腹痛くなっちゃって、トイレまだですかとかって、まあ、遠いのよポイントが民宿まで、うん、そこでやればいいじゃんみたいな、海のな、うん、で結構そういうので海の中でこうあーとかってやると魚が食べてったりとかするわけで、なんかねそういうのだんだんや最初向いたりだんだんやって、俺この間先祖になるっつって陸前高田の木こりのおじいちゃんの映画見たんだけど、その時にねその娘さんがおじいちゃんに連れられて山を歩いてるから、なんかそこら辺でできるんだって、だから震災の時に困んなかったっつって言ってたよ、やっぱりなかなか難しいから、そうで、それはなかなかほら外じゃ無理か、一般的じゃない、僕は特別か、ね、私で外でね、藤川さんとかやったことあるじゃん、そうそう、なんか外で、何を外でうんことか、うん、あ全然ありますよ唐揚げセンターの裏でケツ出したそれはない、スキー場とかね、ああそうね、はい、山の上の方とか、はい、クイズ、1日どんぐらい、お何がですか、それは出すものがですか、えプリンちゃん、うんこちゃん、プリンちゃん、うんちちゃん、どっち、うんち、うんこ、プリンちゃん、うんちちゃん一日何グラム、初めて聞いたんですけどプリンちゃんってなんかこの間この前ココス、そうで私たちいろいろミーティングをするときに、あんまりこうお店のレストランの中でトイレトイレとか、うん、ちょっと後で紹介してもらうんですけど、今度トイレをテーマしてイベントするんですね、うん、それの打ち合わせをするのにあんまりお店の中で大きい声でトイレトイレっていうのもちょっとあれかなって言って、トイレなくてプリンちゃんって言って、プリンちゃん、トイレなんか多分レストランとかでなんかそういう隠語みたいなないのかね、トイレとかをなんかで、あでもあれですよね、スーパーとかでも4番行ってきますとか4番言いますよ ね、 ね、はい、私は言わないですけど、うんうん、トイレって言わないっていう、もしかしてジョナサン、えうん、ジョナサン用語、いやじゃないし、じゃないし、ジョナサン使ってないし普通にトイレって言ってますまあそうです、そうそうそう、はい、1日何グラムでしょう、600、そういうのは水分多そうだね大体なんか200から300ぐらいがいい、いいウンチちゃんだって、そうすると、いいプリンちゃん、そうすると4人家族で、そう4人家族で1週間で40キロぐらい、そんなのない、4キロぐらい計算できない、1ヶ月で40キロぐらい1000人いたら40キロ、40キロなんないでしょ、200だとして4人で800、800×30、24キロ、さっき来るのよね、計算してたんだけど、24キロって言ったらお米が2つ、どこに置いとくみたいな、ちっちゃい子供1人、どうすんで、どこに置いとくんだよ、お米2つで24キロもいきますかね、2つっていうのは10キロね、10キロ袋、はいはい、うん、2つはちょっと、ね、10キロ袋買わないんだよ、うち、あそうだ、でもうち30キロ、でも食べんじゃん30キロ、そうそうそう、うん、でもそのぐらいはするかもしれないですよ ね、 ううすね、うん、どこに置くって話になって、うん、さっきちょっと打ち合わせしてる時に、うん、いや埋めるしかないだろうとか、でも例えば
500人分だと1ヶ月1トンになっちゃうよなとかおいおいおいみたいな。いやでもそもそも肥だめっていうのがあってね、すごく自然で、そこから菌とかが出て、うん、その当時の人はアルツハイマーじゃないや、うん、なんかあのジンマシンとか出なかったっていうのがあるでしょ、うん、だそういうのはもう道端にバーってやっとけばいいんじゃないかな、うん、いやいや今ここでも違う、それでさっきの1回ずのやつ言ってたら、うん、言って衛生の話、衛生の話、食べるもん、あ、そうそうそう、なんかうちさんが1ヶ月でトイレのことを書いてて、で確かにそうなんだけど、やっぱあと衛生、うん、足したのよ1個そう足してもらいました、うん、これはね、うちこれやこの話してるからトイレの話をね、うん、してもらいたいんだっつって、食べるのと、うん、あのトイレは一緒だよって言ったら、いや衛生も大事で、うん、ちゃんとやっとかないと伝染病とかが蔓延しちゃったりとかするんだってさ、うん、でまあそのさっき言ってた藤川さん方式だと、まあ、慣れて超えていける人は大丈夫だけど、うんうん、そうじゃない人たちはバタバタ倒れ出しちゃって、だってマリー・アントワネットの時代のフランスなんてみんなそうプリンちゃん、そうそうそうプリンちゃんが、人数が違うんじゃない、人数取りも本当ですね、そういうのちょっと手を洗う、まあ水が少ないんだけども その中でも手洗うとか、うん、あのウェットティッシュで拭くとか、うん、あとはやっぱアルコールをうちの方でも用意しておくとか、うん、そういうことすごく大事で、うん、特にノロウイルスとかすごい強いですよね、菌がね、10個でもう移っちゃうんですよ、こんななんかすごいちっちゃい菌が、うん、たった10つあと大腸菌とかね、俺もこの間だって夏祭りでさ、衛生保健所行っていろいろ聞いたらさ、餅つきはするなとかさ、貝は出すなとかさ、うん、餅つきもダメなの、餅つきね保健所聞いたら中止になりますよ、うん、だって基本的にはダメですって、小学校とかでね、だからそれ聞いたらね、保健所の人たちはリスクが高いやつ全部だ、でカレー、僕が前聞いたのはカレーがそうで、うん、カレーはなんかその土の菌とか芋とかで入ってて、であれずっと煮込むじゃないですか、うん、でそうすると沸騰しないから高温にならないんですよ、死なないの、うん、あのドロドロしてる、で一晩置くといいとかって、それがやばいみたいな感じなんで、一応ツボだけど、それでやばいやばいって言うから、神奈川県でそのなんとか菌で死んだ人どれぐらい発生したんですかって言ったら、いや去年はゼロですとか、じゃあ大丈夫じゃんみたいな、うん、でも保健所の人はダメって言う、うん、だけどやっぱりそういうことももし何か起きたら、うん、ね、大人数でやるときっていうのは、うん、バーッとなっちゃうじゃないですか、うん、そうそう、さっきの方が我慢するっていうのもやっぱり、うん、ご飯をね食べないとか水を飲まないとなると、うん、やっぱり抵抗力が落ちると、特に若いちっちゃい子とか、うん、あの高齢者の方なんかはすぐに病気になってしまったりするので、うんうん、あのなるべくトイレもきれいにみんなでグループして当番してきれいにするとかして、うん、あのトイレに行きやすいような環境を作るっていうことがすごく大事だっていう話を聞いてきました、うん、僕がですね、実は久能さんと出会ったのがちょうどこれ1年前12月だ、ちょうど津波そして桜で出してもらこちらで出してもらったりとかした頃うん、にあの浜塚小学校でザサバイバル2012だっけ、うん、宇宙船地球号、そうなんですよ、浜塚小学校言ったじゃない、そうだそうだ、そうだ、でなんかこんな、うんちの匂いの箱とか、秘密です、ね、いいよ、あそこ近く浜塚小学校、それ子供の楽しいね、こういうイベントを、うん、やってて、でそこのお姉さんが、うん、黄色い防災リーダーのジャンパー着てるお姉さんが、困ったことがあったら声かけてくださいって言って、なんか偉くこうみんなビシッとこう仕切ってる女教官、女教官もうすでにこの段階でもう丸棒があるリーダーみたいな、でちなみにその横にいる頭丸っこいおばさんが、今日僕がその喋んないっつって言ったきっかけになったトイレの話をつぶやいてくれた高橋玲子さんという、そうです、あの前リーダー、そもそもあの茅ヶ崎トラストチームを立ち上げた、うん、本来今日ここにいなくちゃいけない人で、リカちゃん行ってみたいな感じでノーとは言える、そかそか、まあ、あのマドレーヌの顔だからこうレアだからこう実写版見せたけどね、映しちゃった高橋玲子さん、何でしたっけ、なんか浜竹か浜須賀かなんか、浜須賀浜須賀浜須賀のフェイスブックページやってましたね、そうですね、茅ヶ崎浜須賀ってやつですか、あのページは僕が立ってたんだよ、そうですよね、あの時手伝いに行って、そうですね、で今日のやつもうちあげといてみたいなそうちも最近ライフタウンの中ね、ライトタウンと湘北と、うん、あとおとといサポ船のフェイスブックページを作って、茅ヶ崎サポ船を作って、うん、まあ
散歩ちゃん。あ、ごめん。ちょっとトイレというのは話違うけど、そういうあれですよね。地域の。なんかそう地域のネットワークが、例えば子供はここにいるけれども、お父さんお母さんが働きに出てて、いざ被災した時にその情報をね、もらいたいっていう、なんかそういうネットワークなんかもちょっとできると。トラストチーム紹介して。イベントだけど、はい、あのここに書いてあるやつ読むと、トラストチームのビジョンは、茅ヶ崎トラストチームは今そもそもやってるのは、あの浜塚の、小学校で、子どもの体験遊び場っていうことで、懐かしいだろう浜塚小学校か懐かしいやっています。覚えてないけど、で、毎年、あの1回ぐらい大きなイベントをしていて、ここ3年ぐらいはちょっと防災に、あのテーマを絞ってやっています。で、どうしてそんな風にやってるかっていうと、なんかあの子どもたちがね元気に未来に、あの残ってもらいたいなっていう思っていて、でなんか誰かのせいにするんじゃなくて、なんか自分のことをちゃんと自分で考えられるような子どもたちになってもらいたいなっていう思いでやっています。今時の言葉で言うとサステナブルな持続可能な社会づくりの市民自治みたいな。なんでその嫌そうに言うの。そうや、ごめん、酔っ払ってて。大事に考えてますよね。大事だね。そう、大事に考えて市民のための自助力向上、自治。っていうことを、子供たちが、考えていかなきゃいけないなと思って。やっぱり今、まあ、防災っていうことでやってますけど、あの、その先のところのテーマは、私たちが持ってるテーマはそういうことで、それが形に防災になったり、また他の形になったりね、すると思うんだけども、はい、今回は今防災ということで。でなんかあのトイレ衛生管理士取りに行ったのはこの11月30日、はい、トイレサバイバル2013、うん、何みんなトイレ我慢して来てくださいみたいな感じでトイレどこトイレどことかってトイレ探しみたいな。違う違う、そしたら作ってくださいみたいな。そこでみんなプリンを出すと。内容はどんな感じですか。内容は、その避難所のトイレっていうのをイメージして、はいはい、テーマ、あの、まあ、トイレをテーマにしたイベントなんですけども、うん、まあ、子どもたちとあとは小さなお子さんとお母さんっていう組み合わせで来ることが多いので、うん、まあ、クイズをしたりとかゲームをしたりとかして、うん、ちょっと子どもたちにもあのそういうことを考えることが大事だよねとか、うん、そういうことに気づいてもらうような、うん、イベント作りにしようかなと思って。大事だね。うん、やっぱり子どもたちもこう楽しくないとね、うん、あのこれが正しいからこれを覚えてとかやってとかっていうんじゃやっぱり入っていかないので、うん、あのいつもこうゲーム仕立てにしてやってるんですけど、うん、今回もそういった形で、うん、トイレを作るんですか。トイレを作るんだけども、うん、そのトイレを作るアイテムをいくつかこう用意しておいて、ダン、うん、ボールとか、ダンボールとか新聞紙とかビニールとか、うん、そういうのをいくつか用意しておいて、うん、なんかゲームでポイントをゲットしたら、うん、あの持ってこれるっていうような感じで、ちょっとグループ分けにして、あのグループごとにそういうトイレを作るみたいなことを、ぜひぜひね、もう少し笑ってください。OG、いいじゃん、 OG で司会も、今一応じゃあ、 あのスイッチオンプロジェクトと茅ヶ崎メディア茅ヶ崎とそれからスマイル茅ヶ崎協賛ということで、スマイル茅ヶ崎協賛関係ないから、公園公園とか行かれてるから、それはまたあの服部市長宛になんか出さないとまたいけないし、はい、交渉させていただきます。じゃあちょっとそういったイベントを考えています。我慢していかなくてもいいんですね。はい、大丈夫です、はい、作ってる間に。でもやっぱりあれじゃないですか、あのトイレ掃除とかさ、うん、僕なんかも子供に便器拭けとかって言ってて、うん、なかなかやらないもんね、うん、そういうのも結構あんまり、うん、そうですね。僕この間南三陸にあのブラバス行った時にもうびっくりしたのは、生まれて初めてあんな綺麗な仮設トイレ見たっていうからピカピカにしたって、やっぱボランティアの人たちが来るから、その人たちが本当に気持ちいいようにっていう、誰がやったか分かってんだけど、三浦さんっていう人がやってんだけど、もうピカピカだったよトイレが。本当にピカピカ。だって入りたくないですもん、茅ヶ崎の海にあそこのさ、入らないですもん。だったら家帰るってなります。もうでも実際は多分そういう、ね、みんなが気をつけなかったらそういうトイレばっかりな。俺あれ夏の香りで好きだけどな。あ、夏が来たって感じ。いや、わかります。なんかあの意味はわかりますけど、あ、くせえ、夏だっていう感じ。でも入ります。全然使う。なんかうんこついてるとかするけど、あ、夏だなって思う。つけたんですよね、しかも。つけない、つけない。最後意外と綺麗にするよ。そこが大事だと思うんですよ。自分がやった分はみんな自分の分をきれいにしてやれば、そんなにひどくならないで済むから、そういうことがなんかできると一人一人がちょっとずつやればいいかなって思います。はい、じゃあトイレの話、今日は締めると、はい、締め、
閉める、トイレ、トイレも、トイレも、茅ヶ崎のトイレもビーチのトイレもきれいにしてほしいぞ。そうです、あ、違うか、あ、きれいにするぞ、するぞ、みんなみんなでね、私とかじゃない、みんながやるぞ、それぞれが考えるぞっていうことでお願いします、はいはいはい。じゃあ今日はドラストチームの小野さんとあと久々にね、水川マルボーガール、ありがとうございます、うん、共感ありがとうございました。いやでもないです、なんか MC 休みだから水川にやってもらえばよかったね、そのもうずっとあそこにいたんで ね大丈夫でしょ、今日はベンちゃんだから、うん、今日はそうなんです、うん、ウッチーさんのために来たのではないんです、なく、はい、はい、この後のか大物が、大物が、はい、茅ヶ崎テレビ元祖の、はい、そうか、じゃあどうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあ水川このまま残ってていいんだね、じゃあね、はい、あのお呼びしますんで、私が、はい、うん、私が呼んだみたいになってるんですけど、本当に呼ばれたんですけど、うん、はい、エビケンさんですよ、エビケン、エビケンがどうしたの、エビケンとその仲間たち、うん、エビケンって誰、エビケンは海老名健太郎さんなんですけど、うん、エビケンって書いてもあの有効な票らしいですよ、うん、つまり市議会議員さん、つまり市議会議員らしいですよ、市議会議員のエビケンコーナーですけれども、エビケンコーナーが今日若いお二人を連れてきましたよ、若いお二人来ましたね、なんでしょう、わ、ドキドキしちゃいますね、ドキドキしちゃいますね、水川も入るんだよね、水川も実はこっちの関係者なんです、はい、入ってます、じゃあこっちに戻していただいて、ちょっとカメラの調整をします、ちょっと待ってくださいね、はじめましてじゃないですかね、できるだけお詰め合わせいただけますか、はい、はい、はい、すいません、これでなんとか入るでしょう、ギリギリチョンですけどね、はい、いいですよ、はい、私はこっちでも、うん、エビケンコーナーでーす、どうもこんにちは、こんにちは、今日はかなり華やかなコーナーです、はい、ねクニさんと、うん、あ、ちょっと切れちゃってるよ、エビケンが切れてる、いや僕切れてていいよ、語りだから、いや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 、エビケンコーナーだけ だけど語りだから本当クニさんとキヨさんと、はい、ミズッチ、今日なんで来たかっていうと、あの11月16日にね、茅ヶ崎ユニバーサル音楽祭っていう音楽祭のイベントをやるんですけど、それに中心的に関わってるクニさんと司会をしてくれるキヨさんと水地、はいはい、に来ていただいたんです。おお、なんか美男美女を揃えましたね今年は。俺も？ね？いや今年はって今年はって言ったから。ほう。そう、11月いや、まあ、そもそもユニバーサル音楽祭って何ぞやっていうところからいきましょうか、あ、うん、簡単に言うと、その音楽の力で、まあ、障害の有無や、まあ、国籍や人種や性別や年齢とかそういったものを乗り越えて楽しみましょうと、一番初めと、もともとは小野会さんが障害者 その音楽活動を支えてて、でコンサートをやるんですね、うん、文化会館とか、うん、で来るのってね、本音で言うとやっぱりその家族、ボランティア、うん、本当は障害者が自分たちそういう状況でもできるっていうことを証明したいんだけど、来るお客さんはもともと分かってる人が来ちゃう、うん、それをどうやって乗り越えようかっていう時に、ストリートライブの中で、たま、音楽やってる、たまたま通ったら面白い音楽やってるな、うん、もしくはかっこいい、うん、うまいなでもいいんですけど、その時に見たらそれが障害者だったら、うん、もしくはそれが子供だったらとか、うん、もしくはじいちゃんばあちゃんとかかっこよくやってたら、うん、その方が素敵じゃないですか、なるほど、ね、音楽ってその要はその属性って関係なく上手いやつは上手いし、うん、当然僕みたいに下手くそなやつは下手くそなんですけど、うんうんうん、だからそれを属性を先に出すじゃなくて、障害者だとかそうじゃなくて、音楽の中でたまたま通りかけてみたらそういう思えっていう人がやってるっていうのを演出したいなっていうことで、市内3カ所、うん、ね、ペデ、イトーヨーカドー、イオン茅ヶ崎店、一国宝のイオン、元サティ、サティ、サティでやるんです、うん、で、はい、そこで今回の実行委員会のメンバーでかかってくるクニさんと、うん、あと司会をしてくれる2人に来てもらったんです、はいはい、ここから先2人に、はい、3人にお願いします、はい、もう終わり、はい、司会を、司会で、はい、こんばんは、こんばんは、初めましてですね、初めましてですね、先ほどご挨拶させてもらったんですけど、水地さん、あ、大丈夫ですか終電、あ、ちょっと気にしながら、気にしながらやりましょう楽しみですけどもね、これ3カ所場所があるということで、このペデと、はい、ペデストリアン駅北口の、はい、でここ私がいるんですね、はい、担当です、はい、で、伊東洋華堂、そしてあとイオン茅ヶ崎、はい、こちらはイオンは私の担当ですね、伊東洋華堂は伊東洋華堂といっても外なんですよね、はい、店の外も入らなくても通りがかりで見えるような場所で、イオン茅ヶ崎店は室内なんですよね、はい、
クレストリアネキはもう言わずとも知れた、はい、あの道ですよ。はい、そちらに私がいますが、はい、ね、意外とね、ペデストリアンデッキってわからない人いるよ、はい、そうですね、あの道、うん、あの道なんだってなりますよね。さあ、ペデストリアンデッキってどこ、どこペデストリアンデッキはいいのかな、はい、じゃあ藤沢市民の企業さんに振りますよ。え、何でしょう、藤沢なんで、茅ヶ崎を教えてください。茅ヶ崎駅、はい、茅ヶ崎駅、まあ改札ね、はい、改札1個しかないんで、うんうん、改札出ていただいて、はい、改札出たら右手側、北口なんですけど、北口、今日も歩いてきました、はい、歩いてくると、あの綺麗な道が綺麗な道がありますよ。でもあれなんですね、言わずと、北口を階段降りずに歩いていく、はい、階段降りないです、はい、広がってる、あの、まあ、あのなんかこう会場上の中、うん、エリア、スタヤとかスターバックスがある あ、ね、あたりですね。元喫煙所、元喫煙所、ドトールの前、ドトールの前、マクドナルドに繋がっていく道、マクドナルドに向かって歩いていけば、はい、ですね。でもきっと茅ヶ崎ね、皆さんきっと想像できると思うので、うん、大丈夫です、大丈夫ですね、はい、楽しみに。その3カ所でやるんですね、はい、音楽祭ね。そうですよね、すごいすごいコンセプトだなって思うんですけど、なんと当日は来れることができないっていう。国さん、あ、実行委員、あ、そうですよ、実行委員かかって来れないっていう、今年初めて実行委員をやらせていただくんですけれども、はい、その募集をしていた段階で日程が決まってなかったんですよ、はい、でちょっとでも興味あったんで、ちょっと実行委員会の会議に顔を出してみたところ、うん、一緒にやってみようと思ってたら、その日に日程が発表されて、おかしい、あ、その日、あ、行けないってなってでもやる。でもなんかせっかくやっぱ茅ヶ崎にして生まれたので、はい、そうですね、地元の少しでも貢献できたらなと思いまして、で私たちも、はい、呼んでくださったのは国さんで、うん、エビケンさんではなく、はい、国さんで、はい、エビケンから声かけられたんじゃないんですか。もともと国さんは、はい、そうなんです、うん、だって会うと思わなかったもん。あ、ばったりここで、水っちとはね、連れてきたな、古い知り合いでしたけれども、うん、国さんとのお誘いで行ってみたら、エビケンさんに知ってんよって名前めっちゃ仲いいやん仲いいか知り合いぐらいやべえ、辛いな仲いいって言われば私から言っちゃいけないかなって思っただけですよなんかびっくりなね、そうなんですよ、変わり合いということで。でもこうやって3カ所でやるってすごいことだと思うんですけども、年々何年目もう実はね10年もやってるんだな、はい、多分 ねすごい信頼がこう近くはそれぐらいやってる気がする、うん、ずっとエビケン関わってるの、あ、もう当初最初から、だから、そのだからさっきの要は相談を受けたがそもそもなんですよ、はい、10年前って議員じゃなかった、ないよ、ない頃からね、あ、その時から、そうそう、偉いね、偉い、だったら外出て、はい、そう、さっきの音楽のね良さは別に関係ないでしょって、うん、その障害あるなしとかいろいろって、うん、だったら外でやればいいんですよっていうのを投げかけたんです、うん、なるほどね、なるほど、ね、音楽の力はねすごい ね、すごいですよね、間違いないですね。国さんもパフォーマーですけど、そのあの、うん、バスケをしながら、うん、そうです、もともとパフォーマンスをいるんですよね、やらせていただいてるんですけれども、はい、こちらが実行委員という、そうなんですよ、もう本当に何でもできるんですよ、本当に。でもなんかパフォーマーって言われてもね、よくピンとこないよね、ダンサーとは違うの。そうです、あの僕あの、うんうん、ボイスパーカッションに行ってる、はい、あのヒューマンビートボックスっていうものをずっとやってまして、あ、なんか YouTube とかでやってそういうのすごい前にやつに似てるね、あ、そういう YouTube 顔が似てるっていう、ちょっとやってみて、そうそう、お願いしますよ、ここでできます、ちょっと歌、ちょっとだけ、あ、って感じです。おお、すごい。こんないきなりできるんですね。すごいですよね。実は今日初めて知った。いいですね。ゼロな。まあでも普通はこうマイクに口近く、本当に違うでしょうね。なんかこんな耳元近くで ね、耳元でボイパー見たくちょっと YouTube とかでしか見たことなかった、はい、そうですよね、そうそういうの、まあ、あ、おー、いいできる、いい感じです、なんかコラボできそうな感じですね、今ので湘南線見たせ、湘南線なっちゃうのよこれ、いいですね、湘南線ですね、いやもうその当日はね出られないけれど、ちょっと今そのエネルギーをこちらで、そうだよ、僕の力をいろいろいただいてきたので、僕も貢献できるとこ少しでも貢献していきたいなって、うん、
まあ、茅ヶ崎に貢献してなかったので、うん、あまり茅ヶ崎はね、生まれはこっちだけど、もうこっちでずっとこっちで、何章何中、あ、何章何中、少林章、少林中ですね。お、少林なんだ、うん、あ、先輩いらっしゃいますか。いる、いる、いるかもよ、少林、少林の方が、ね、OB、OG の方いらっしゃいますか。へー、あ、ガラクダさん、確か少林とかあるんじゃないですか。そうなんですね、つながってきますね。だいたい少林か梅田か一中か、はい、ハマスタも入れて、ハマスタか、ハマスタ結構ね、違ってるの人ら出るんですよ、はい、そうなんですよ。じゃあ誰が出るか教えて。あ、はい、ちょっとこれ紹介したいんですけれども、これ全部ご紹介いただきたいですね。いや、じゃあ今日違ってる組だけ、はい、まず、はい、まずこの後、うん、あの、ね、出演されると思うんですけども、うん、ガラクタさん、お、ガラクタ出るんだ、少林少、出る出る、ガラクタさんいないから、出演、出演中の、出演中、はい、まあ、ペデストリアンデッキですね。そうなんです、私ギョーさんのステージで、はい、一緒にできるので、うん、楽しみなんですけれども、はい、そして会場がイトーヨーカドーのところでは、はい、こちらボッチーさん、ボッチー、正式ボチボチブラザーズになって、ボチボチブラザーズ、はい、つまり BJ と、いや、BJ さん、BJ さんまた別なんですけど、シュンさん、シュンさん、オーナーのシュンさんと。とボッチーズっていうと、じゃあみっちゃんとかかな、あの多分平成はしゅんさんが考えるんで、しゅんさんボチボチブラザーズです、うん、えしゅんさん、みっちーみたいな、はい、あ、みっちゃん、みっちゃん、ジャンボリー出た、ジャンボリー、え、じゃあ BJ は出る、あ、 BJ ちゃんは実はその後の次で別枠で単独で出ますから、 BJ ちゃんは BJ 掛け持ち多いのよ、いつも浮気症なんだ浮気症とかね、そしてあのね、水津さんの担当されるイオン茅ヶ崎店、はい、こちらではスカート&羽織ともういらっしゃってますよ、嬉しい、ここで時間があればパッと歌っていただきましょう、後で、おー、楽しみ、すごいす、ね、時間があればですけどね、あとは、はい、みんな大好き飯田舞ちゃんと、舞ちゃん出ますか、うん、じゃあ舞ちゃんいつですよね、今はいないですけど、はい、今はいないですけど、うん、ごめんなさい、今いないです、ユニバーサル音楽祭って1日だっけ、1日なんですけど3会場で同時にやってます、はい、なるほど、舞ちゃんは室内、舞ちゃんは室内、イオン、じゃあ他の人かわいそうだね、絶対土砂降りだからね、あ、そうだ、舞ちゃんが、はい、そうなんです、舞ちゃんが過去1回だけね、うん、台風がぶち当たった、はい、でも19年やって1回ですよね、舞ちゃんが出てって晴れた時ってあるの、はい、いや、舞ちゃんね、初めて今回でしょ、じゃあ絶対ダメだよ、怖いね、はい、じゃあ取り消そうかなって、え、私でも自称が、はい、晴れ女なんですよ、来た、舞さんとなんかやっ、ね、た、戦ってもらおう、あのイオンのとこだけみたいな一部だけすごいんだよ、舞ちゃんって、舞ちゃんが、はい、マックスってあるじゃん、あの辻堂のマックスってあるじゃん、はいはい、あそこでライブやった時に、うん、茅ヶ崎も藤沢も晴れてるのにそこだけ雨が土砂降りで、本当ですか、それもうだけ、あの、はい、ここだけ、ここだけものすごい拡大して、舞ちゃんね、ほんとね、天気っていうのはバッドパワーを持って、すごいバッドパワーを持ってるんで、イオンは中なんで持ってますね、イオンだけ中で、あとは外なんで、はい、イオンだけ降れば、いや、それイオンだけ降れば、それさらにピンポイントじゃん、辻堂だけじゃなくて、イオンだけ降れば大丈夫、あの数メーター、数メーターより、それある意味呪いだよ、考えたら、福玉さんも中だから、これ良かったですね、はい、うん、そっか、外の人か、ボッチーズさん、ダメですね、もうダメですね、ダメです、いや、いずれはね、仙台とかがね、うん、実はね、はい、20カ所でストリートライブこういうのやってるの、同じ僕らの目指しはその同時で、はい、いろんな箇所でやって、ね、はい、いろんなところで音楽をあふれる中で、うん、みんな回遊して楽しんでもらいたいっていうのが本当は目指してるんだけど、そこはなかなか茅ヶ崎はね、狭くて、うん、場所が見つからなくて難航中なんですけど、うん、っていう問題なんです、うん、そうか、でも来年から少しずつ、そうですね、1箇所ずつでも増やしていけたらいいですね、こう10年の積み重ねが、うん、今年もう11年目、そう、来年にまたつながっていってほしいと思うんですけれども、うん、はい、いやでもね、これどんどんみんな広めていってほしいですね、当日まで、うん、そうですね、これから、はい、これから告知して頑張っていきます、うん、なんかポスターとかないの、ようやくね、はい、確定したんで、これからできる、これから、すり込んだもの、いつだっけ、はい、11月、そうなんです、11月16日土曜日、はい、うん、だいたい11時からですね、はい、スタートはね11時からで、はい、終わりは、まあ、場所によって、場所によって5時ぐらいですね、大体、うん、そうですね、やや16時半が17時にかけて、夕方にかけて、うん、もうなのでほぼ日中1日やってますので、うん、はい、
ぜひ皆さんにお越しいただきたいんですけれども、ぜひぜひ楽しい一日になりそうだ、うん、もうジャンルはノンジャンルですから、そう、ね、もうダンスあり、うん、はい、もうフラありハワインあり、あ、ボイスミーベスティも決定、決定ますよ、わーすごい、うん、もうあの、ね、チガジプも、あ、チガジプじゃん、はい、チガジプが一番チガサギテレビらしいんだよ、そうですね、チガ、チガって言ってチガサギテレビから生まれたバンドなんだ、うん、あ、伊藤よかど、かっこいい、茅ヶ崎テレビのスタッフがやってるバンドですから、全員ジャノミチさんもそうなんですよ、あ、なんかどん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 なんかこう全員なんか関わってらっしゃるんではないかっていう、うん、ね、はいはい、わあすごい、すクラシックバレエのパフォーマンスもね、ちょっとクラシックバレエを基本にしたパフォーマンスって、ね、ちょっと水地さんの途中抜けして、うん、こっち見に来てくれた、ね、そうなんですよもう全部気になってるんで、そうですよね、そうなんですよ、いや司会はね、はい、初め司会言った瞬間に20分ぐらいあるから、そこからちょいちょい大丈夫だろう、ね、うまくね組み合わせその人のパフォーマンス中って、うん、ちょうど進行してくれればそう、うん、でこの同時開催ってやっぱり大変な分、やっぱり同時になんかこう、うん、皆さんが、うん、多くの人が楽しみをするはずですし、盛り上がってる感じが、先ほどねエビケンさんおっしゃってたように、いろんなジャンルがあるっていうのがまたすごい私は特徴的で、うん、すごいなんかそれがまた、うん、なんだろう、ハードルが皆さんなんか誰でもっていう、そうそう誰でもっていうところがいいのかなって思うんですよね、うん、クニさん素晴らしい、うん、いろんな人来年から来れないけど、来年そうですよ、来年もっと貢献できるよ、ね、うに、うん、これだって出演者にお金くれって言うんですよ僕ら、あ、そうだろギャラは出さないわギャラ出さない、彼出せユニバースよければいや、そのほら、はい、いろいろ PA の用意とか大変ですから、え、助成金とかつかないの、いや、それももらってますけど、うんうん、けどやっぱり PA だってまともに頼んだらその謝礼払わなきゃいけないし、うん、設営スタッフだって、はい、まあ実際ただで使ってますけど、うん、なるほどね、参加者同士って結構ね設営大変なんですよ朝日こらえて僕走り回ってる、協賛もつけてない、協賛つけてないです、協賛つければいいの、つけやすいじゃん、はい、こんなの、まあちょっとね、もともとショーの会の絡みでやってるんで、うん、はい、ぜひぜひ、これから広げていく中でいろいろ課題としてやっていく、今のところね別にトントンでやれてるから問題ないですけど、今後会場も20カ所になる課題としては、茅ヶ崎市内20カ所、いや仙台のやっぱねやりたいと思いますけどね、うん、それは行ってみたいですね、いろいろできるもんね、ぼちぼちもね、ここもできるし、うん、だから途中からねできれば、もう一つはねできれば、うん、その箱ごと来てほしいっていうのが本音あって、はい、僕らの実行委員会メンバーでねその箱を広げていくってやっぱ難しいんですよ、はい、マンパワーがそんだけ掛け算で必要になるから、うん、できればだから商店街に過去にいたのは、要はその商店街がその日にやってくれるんだったら一緒にもう、うん、合わせてチラシとかポスター作るよとは言ってるんですけどね、うん、そのマンパワーが課題なんです、もう一つなるほどね、あ、俺手伝うよ、ぜひ、うん、すごい、ここでまた、まあ、今年は無理だと思うけど、来年ほらだからマークもね、はい、PA から来年ほらあそこの時間があれば、あのほらあのなんだっけ、エメラルドセンターかなんかでやったじゃん、エメラルドセンター、あ、やったやったやった、あそこをさ、うん、そうやって持ってくれたらすごい助かります、なるほどね、本音を言えば、あ、なるほど、その代わりも全部委任するから、はい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 、はい、出場者出演者か何から委任するからやってくれる、うん、エメラルドプラザでしたっけ、プラザだっけ、プラザ、あそこだから、あ、筑玉さんもね、そういうのを持ってくれると助かります、はい、逆に、なるほどね、あ、じゃあ例えばぼちぼちでとかね、そうそうそう、うん、なるほどなるほど、その代わりも委任しますから、はい、出演者から何から、うん、なんか事故あったら責任取ってね、まあそんなまあその時はね、いやそれはトラブルいないですよ、所詮主催者だから、まあ、そうだ、ね、残りそうですね、そうですね、ここでなんかこう本音トークが繰り広げられて、うん、また仲間が増えてっていうのがすごい広がりを見せてますが、うん、ここで、あ、あと三宅歯科医院でもできるかもしれない、三宅歯科医院、先ほどなんかポスターが、そう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 、三宅歯科医院さん、あの心とかね、はい、あのイベントとか、まあ、いろいろね頑張ってる、市内20カ所お、うん、目標に、司会からもうライブハウスからすごい、出から、うん、いろんなところを同時に、そういいですね、エビケンチまで、そこはエビケンチまで気になります、誰がやりますって、漫才落語かなんか、あ、10人ぐらい入れてる、それ音楽祭でお茶飲みながらとかいい感じいやだって来年はパフォーマンスもあるとしたら、はい、もう音楽の枠を超えて、うん、もう漫才から落語までみたいな、まあ音楽祭って言っても言ってますけど、はい、パフォーマンスも全然 OK ですから、うん、じゃあエビケンチもそんなのじゃあ自らバンド組もうかエビケンチでエビケンチバンドエビケンチバンドエビケンのテーマエビケン俺多分マンションから追い出されるよ
苦情が苦情がもう歌詞はねもうエビケンさんに関するもののみみたいな感じでもう観客殺到で追い出されちゃいますよ、はい、そうじゃない主役いやそれだったら本物ね、はい、まだねでクニさんのもうボイパーが入って、そうそうリズム刻んでくるんで、それに合わせてもらえば、すごいコラボじゃないですか。ね、ワクワクしますね。このなんか棒読み感がいいですよね。本当。ワクワクしますね。いやいや、はい、あのね、本当ね、スマイル茅ヶ崎、はい、実はそれ有名なの。あ、そうなんですか。みんな棒読みだよねって。みんな棒読み族なんですか。けど茅ヶ崎テレビでだって MC やってたんだよ。あ、やってた。やってたじゃん。あ、その頃はそうだ、棒読みでもやってた。そうですか、うん、あ、棒読み、あ、でも俺には冷たかったよね。冷たい、これは棒読みと関係ねえじゃん。冷たい、棒読み冷たい、またスケンドンっていうか、なんかこう棒読み的ななんかこう、テンション上がんないみたいな。ああ、それいつもなんですよ。そうか。でもなんかすごい、そのなんかミジシャンの雰囲気にもう話しかけたくてしょうがないし、うん、なんかこう、神秘的な感じが私はすごいするんですよね。そういうとこは、皆さん、ミジチさんご存知の方は結構だって高校の時からしてるもんね。そっか、そうですよね、うん、長い、うん、あんま言っちゃいけない事実ですよね。そうそう、まあ、さっきエビケン、はい、いろいろ今日は暴露もういいかなみたいな。僕はロスタイムって言ったんですけど、ロスタイムって言ったからなるほど、うん、そうそう、素晴らしい表現ですね、ロスタイムいいですね。な感じで、じゃあお二人盛り上げてくださいね、はい、司会で。私です今来れないんだ、来れないんだ。じゃあお二人こっち、今入って、どっちかそっかそっか、国さんは出れないですね、はい、確かにどっちそうなんです、ね、残念ですよ。いやいやいや、もう本当それはもう日程の件は場所の都合だったんですよ。例年通りの日程、はい、日取りだったらいけたんですけど、うん、これあのじゃあちょっと全然関係ないですけど、国さんの話戻すと、はい、戻すというかすると、はい、これなんか YouTube かなんかでこれ見れるんですか。 YouTube でこのウェブサイト飛んでいただくと、うん、もしくはそのリバイブっていう文字を検索していただくと、はい、あの YouTube の方で見れます。見えます。いろいろと Twitter とかリバイブチャンネル、そうですね、はいはい、Twitter とかもやってます、うん、いろいろ活動されてますよね。そうですね、いろいろ都心も大阪も、うん、結構いろんなとこでライブさせてもらってるっていう形ですね、うん、じゃあ北口ペデでもやりましょうよ。あ、ね、やらせていただけたら嬉しいです、ね、茅ヶ崎に貢献ということで。いや、そうですね、茅ヶ崎に少しそこでなんかこう募金箱かなんか置いて東北支援みたいな、はい、さっきのトイレとか買いましょうよ。あ、話が出たんですもんね。いろいろ絡んでいきましょう。ぜひお願いします、はい、皆さん仲良くしてください。はい、よろしくお願いします。ということで、なんか言い残したこととかエビケン大丈夫ですか。最後大丈夫、大丈夫ですか。え、あ、そういいですか、あのもう一度。あ、はい、11月16日、はい、土曜日。そう言ってください、僕よりもあの女性がいたから絶対いいから僕言ったら数落ちるから11月16日土曜日、はいはい、はい、茅ヶ崎ユニバーサル音楽祭、ぜひ、はい、うん、こちらペデストリアンデッキ伊東洋華堂イオン茅ヶ崎店で開催されます。3カ所で、うん、ぜひ皆さん、あのいろんな方を誘ってお越しください。はい、お待ちしております。お待ちします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エビケンコーナーでした。エビケンいいの。いいよ。エビケンの話してない。ほとんどなんかマネージャーみたいな感じです。タレントさんのマネージャー。付け足し付け足し。ありがとうございます。最近すごいまともにエビケンコーナーできてないじゃん、ちょっとね。先週今回だって先週もちょうどで大学生出してやって、大学生出してその大学生主軸だったので、それで俺は牛丼は飲み物だって言ってもらったんですはい、そんな感じでエビケンコーナーでした。11月16日にペデストリアンデッキと、伊東洋華堂の前 の、 あの、エスカレーター降りたところですね、あそこの広場と、それと元サティ、サティの1階にはあの、レンドモーターズという自転車屋さんがあります。レンドモーターズの社長さんも今日来てます、自転車を買うならレンドモーターズ、あの本当にね、あのちゃんとね直してくれました、直したから、はい、いや、ミズコは橋本君初めてですかね。ちゃんとご挨拶するのは初めてです。あのさて1階の自転車屋さん。でもあのいい噂を耳にしてました。はい。はい、いいよ、あそこいいよって聞いてました。はい。だからかなりプライベート放送っぽくなってきて、はい、はい、ということでじゃあ次はさっきもね、そうだ、その16日の、ガラクタはペデで出るのかな、ペデストリアです、はい、ペデに、出演するガラクタのコーナーでーす。
ガラクタ知りたいやつ買ってみろ、これ始まるよ。はい、皆さんこんばんはこんばんは。ガラクタを知りたいやつは勝手に見ろよコーナー、イエーイ。5回です。5回目です、始まりました。というかさ、誰だし、この番組は誰だろう。ブロケード違う。あ、それ言うんだ今日も。いや、いい、もういい。というか誰だし。誰みんな分かってる。知りたいの。うん、みんな分かってると思うけど。知りたいの。知りたい。知りたい。知りたくないって言われたけど、知りたい。じゃじゃーん。知ってる知ってる、多分みんな知ってる。人格です。あ、そんな感じなんだ。皆さんこんばんは。ちょっと可愛いね。はい、ちょっと可愛い。ちょっとこれ止めてもらっていいですか。あ、じゃあすいません、気が利かなくてすいません。目がおかしい、目がおかしい、目がおかしい。ちょっとちゃんと止めて。あ、すいません、はい、巻いて、はい、ということでやってまいりました、ガラクタを知りたいやつは勝手に見ろコーナーですけれども、第5回目、本当ね、無事迎えられましたね、第5回目。迎えられましたね、はい、はい、ということで、まあまたね、あの今月もまた、さまざまな活動をさせていただいてきた。かわいい。ちょっと形大丈夫ですか、このかぶっちゃう。大丈夫です。患者さんなんでね、はい、はい、いろいろ活動させて来ていただいた、わけですけれども、そうですね、はい、ね、いろいろあったよね、この1ヶ月。どうでした、この1ヶ月は。なんすか、それ気分やりにくいんですけど、こんななって、かぼちゃさんがちょっと、どうでした、いや、楽しかったですね、今回も。そうですね、一番大きいイベントとしては、はい、10月20日なんですけれども、ユニキャストレコーズ主催の、スパニングツリー、やりました、こちらのイベントの方に参加させていただきました、ありがとうございました。こちらの場合ね、ちゃんと、暑かったわ。 38? 何が380人、3800人、うんうん、はい、すごいお客さん来ていただいて。なんだそれ、すげえ絡みに来て。なんだそれ。とりあえず、その、まあ、長いライブだったんですけども、7バンド全部出てたんで、すごいライブだったんですけど、すごい盛り上がりましたね。その長いライブを、また3分にダイジェストでまとめてきましたので、ぜひちょっとそちらからご覧いただきたいと思います。VTR お願いします。こんばんは、ガラクタの人宅です。はい、今日はやってきましたのこちら全行なんですけれども、はい、ライブでやってまいりました。こちら現業にある老舗ライブハウス Z で、これからユニキャストレコードレーベルのライブイベントがあります。では行ってまいりたいと思います。こんばんは、ガラクタです。みんな楽しんでいこう。みんな力を貸してくれますか。いいね、いいね。みんな一緒に楽しんでくれますか。もっと声欲しいな。自由になっちゃうよ。ぶっ飛んでいこうぞ。行くぞ。始まりの場所、まずみんなジャンプミンしてくれ。
俺たちの音楽という名の魔法にかかれということでございまして、はい、非常に盛り上がったライブですけども、最後のね匠が魔法使いになってましたからね、うん、はい、魔法かけてたね、魔法かけてました。匠ちょっと今日もお休みなんですけど、ね、はい、誰が魔法にかかってんのかね、ちょっとね、俺はかかってるよ。ん何の魔法にかかってんのということで、の魔法に、あの、はい、このライブの方で、発表させていただいてたことがあるんですけども、はい、なんと我々聞いてないよ。いや知っとろうが、はい、知ってます。僕たちガラクタなんですけれども、この日からですね、はい、ユニカストレコーズ、このレーベルに所属させていただくことになりました。ありがとうございます。本当ですか？本当ですよ。本当ですよ。そうそうそう。で、今日なんですけれども、はい、この次のゲストコーナー、はい、なんと誰が来るんですか？このユニカストレコーズレーベル代表でいらっしゃいます。本当ですか？はい、木下代表にお越しいただいてます。どうぞ。ありがとうございます。ということでロックが流れ出しました。やばいね、大きいね、はいはい、こんな曲がね、はい、たくさん、ね、たくさん埋もれてる、はい、ユニキャストレコーズですけど、うんうん、はい、ということで、はい、とりあえずあのユニキャストレコーズ、はいはい、まあ、ちょっと多分初めて聞く方とか、うん、これ見ていらっしゃる方がいらっしゃると思うので、まあ、どんなレーベルかっていうところで、そうですね、簡単に言うと、2009年にあの今流れてる、はい、あのチェンジモード37という、はい、まあ、バンドをあのこの、まあ、地元の湘南でやってたんですけど、はい、まあ、それが CD デビューするにあたって設立したレーベルで、まあ、僕もこのバンドのメンバーなんですけど、はい、まあ、それをきっかけにあの、まあ、せっかくね作ったレーベルなんで、まあ、あの地元のやっぱり若手の子たち、あのミュージシャン、バンドマン、はい、あのやっぱり CD を形にして全国に出したいって思いがやっぱりあると思うので、はい、まあ、それを少しでもあのお手伝いできたらなということで、あの今この間ガラクタも含めて8バンド所属をしています。はい、はい、これからも盛り上げていかないとっていうところではあるんですけれども、はい、では、まあ、僕らガラクタがこう今回所属させ、まあ、こんなねキャリアもまだないようなちょっと僕たちなんですけども、いえいえ、入れさせていただくことになった何、ね、うん、なんかいきさつというか、そんなところで、まあ、いきさつっておかしいな、まあ、どんなところでちょっとね、お声掛けいただいたのかっていうのが、それは多分俺がいるから、まあね、レンちゃんに脅されたっていうね、脅し、僕の特技です。いや、本当にガラクタをね、知り合って半年ちょいぐらいですかね、はい、うん、なんですけど、まあ、本当にやっぱりこのキャラクターとね、はい、やっぱりあと、まあ、デンちゃんの圧倒的なボーカルとあとやっぱり皆さんね、お客さんを引きつける力っていうのがすごくね、あると思うんで、はい、そういうところに惹かれて、ぜひ一緒にやれたらな、はい、ありがとうございます。今回ね、入っていただきました、ありがとうございます、はい、これからもね、うん、はい、どんどん盛り上げていきたいなと、はいはい、そうそうそう、ね、これちょっとせっかくなんで、はい、絵をね、うん、こんな、うん、ユニキャストの CD です。はい、まあ、いろんなのね、はい、ありますよね、かなり、これはまあ来年ガラクタもここにね、はい、並んでね、はい、感じで嬉しいです、行きましょうね、夢が膨らみますね。はい、これ今日プレゼントっていう噂が、プレゼントな、あげちゃう、プレゼント、あ、本当ですか、あげちゃう、ツイートしていただいた方には、社長さんからのプレゼントです。代表から、代表から、代表から、代表から8枚お値段しますよ、これ。どこなんだって、3万円って書いてある。ツイートしてくれた人は相当高いこれ。うん、うん、あげますね、ぜひぜひ、はい、ぜひ。どうやってじゃあ配送するか、配送の手段はライブに来てもらう、ね、あ、そうですね、うん、ぜひライブに来ていただきたいと思いますね。そう、で、あ、告知しちゃっていいのかな、僕らすいません、明日もライブが僕たち実はありましたよ、セブンサビニュー、セブンサビニューなんですけども、うん、はい、ぜひこれ欲しいなみたいな、あ、そうね、明日ガラクタのね、プレゼント配ってもはい、うん、取り来て待ってます、ぜひ来てください、待ってます、お願いします、はい、ということで、そうですね、あと、まあ、うん、代表の方から告知等ございましたらば、はいはい、そうですね、はい、まあ、今回この厚木ローカルマニアっていう、まあ、これ今年の2月に、はい、出た、こういう感じですね、
厚木って書いてますけど、これは厚木のバンドを集めたインディーズアルバムなんです。でこれの今横浜版を、ね、作ってまして、はい、ユニキャストレコーズから来年の2月に、出します。はい、でこれにはガラクタも参加をね、参加します、うん、あとユニキャストレコーズのバンドもかなりね、6バンドか5バンドぐらい入ってますんで、そうですねこれは、うん、2番ね、横浜のやつは2月にリリースで2枚組の予定です。はい、2枚組、詳細はまたホームページ等でね、すごいかっこいいんで、ここに出るの、買わないと損だよ、ここには出ない、ここには出ない、ここには出ないんですけど、ここには出ないね、ね、ツイートはこちらみたいなね、はいはいはい、こちら、はい、ね、はい、ということで、はい、すみません、今日はお忙しい中、どうもありがとうございました、本当ありがとうございました、はい、代表、はい、ユニキャストレコード代表の選手、どうもありがとうございました、ありがとうございます、はい、ということでチェンジ、待った待ったよ、なんかね、すげえ待った、違う感じだったね、向こうにいると本当に、うん、ということで、はい、うん、本当にね、これから、ユニキャストレコーズの一員として頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、お願いします、はい、ということで、次のコーナー行っちゃっていいですかね、行きましょう、行っちゃいましょうか、行きましょう、毎度毎度のですね、はい、ガラクタが選ぶ名曲100選コーナー、うん、はい、行きたい、行きたい、今日も来ましたね、来ましたよ、リクエスト、今日もリクエストも、はい、前回たくさんリクエストいただきましたけど、前回5000通来たんですもんね、はい、今回はなんと何5万5人の方からメッセージいただきましたすっげーリアルだ、すっげーリアルだ、5人の中からも厳選に厳選を語りました、いやいや、被ることないでしょ、はい、5人だから、もう、もう票数だけではないですよね、うん、票数だけではなく、厳選に厳選をして選ばせていただいた曲が、はい、こちらになりますね、牧原の隆起さんのトークトーク、デンソンと、俊介の弾き語りで、お届けしたいと思います、どうぞどうぞ、遠く遠く離れていても僕のことがわかるように力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい、夢を叶える場所はこの
いい曲ですね。遠くへ、いい曲でした、うん、ということでお気づきの方はいると思うんですけど、ハロウィンだからしゅんちゃんも帽子をかぶさりげなくかぶってさりげなくハロウィンパーティーなんで、うん、レンソンさんもね、レンソンさんもいい感じのね、そういい感じで来てくれましたね、うん、今日ね、そうフランケンフランケンシュタインのね、うん、格好してきてくれた、ね、本物かみたいな、うん、フランケンいや本当にいい仮装だし、どうしてあんな仮装できるんだろう、ね、びっくりしたよもう来た時から仮装してたからね、魔女にフランケンね、ほ、うんと、ね、かぼちゃだもんね、はあ、なんか俺だけ何もしてないみたいになってるじゃんっていうね、うん、ことで、あの時間が、うん、すみません、もう竹永でございますが、はい、終わりの時間が近づいてきました、はい、で、ここでちょっと一つだけ告知をさせていただきたいと思います、うん、11月の20日とそれから21日なんですけれども、はい、なんとこれ第あのご存知の方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、ちょい飲みっていうのが、あると思うんですけど、はい、こちらの辻堂版、これ第1回が開催されます。11月20日と1回目なんですね、初めてなんです。11月20日と21日、はい、なんかそこでなんか演奏したりみたいな機会があるのかないのかみたいなお話もちょっと僕らの方にあったりもするんですけれども、はい、まあ主題は一番大切なことは飲むことですから、これは、うん、ちょいっと飲んでちょいっと飲んで3軒ぐらい回っていっぱいずつ飲んで、ね、あと出会いを求めるような感じ、出会いも求める、求めないんですかね、どうなんですか、みんなブレーコーみたいなそんなイメージなんですけど、いいですね、出会い、そうですね、酒はね、はい、人と人との潤滑という、はい、潤滑油と言いますからね、一献交えようみたいな、はい、ぜひお時間ある方ね、はい、お酒好きは集まっていただきたい、お願いします。で11月20日と21日、はい、これはフランケン・デンソン の、うん、お兄さんが、うん、羽鳥、そうですね、藤沢の羽鳥の、はい、辻堂の羽鳥のところで、はい、やってるお店、千というお店があるんですけど、はい、まあ、僕も何度も僕たちもお世話になってるんですけど、はい、いただいてお、はい、いただいてるお店なんですけども、はい、そちらも参加しているということで、はい、ぜひチェックしていただければお願いします、はい、ということで、はい、今回ガラクタを知りたいやつは勝手に魅力コーナー第5回、これで、終わりとなります。最後に、演奏の方をお届けして、うん、はい、お別れしたいと思いますので、はい、ちょっとね、また例によってステージまでの距離が結構ありますので、そうですね、2キロぐらいありますからね、ダッシュで行かないとね、もうダッシュで行かないとちょっと間に合わない、はい、ちょっとそのお時間をちょっといただきたいと思うので、はい、ちょっとこちらの映像を見てお待ちください。キュッ、僕らは愛を叫び、時
咲き見時に悲しみ叫ぶことだってあるけれどあるけれど君と僕が出会って君と誰か出会って一人一人の手が世界を ガラクタさんのコーナーでした。ありがとうございました。さて、あのさっきのエビデンコーナーであったように、今のガラクタさんは11月16日のユニバーサルミュージックストアじゃないや、なんだっけミュージックユニバーサル音楽祭、音楽祭で、出演されるんですけれども、同じように、場所は、旧サティ現在の1号線沿いのイオンの方で、スクワタンでハワリタンマさんも出演されるということで、今日はね、実はですね、ドア玉から、番組冒頭からずっとお客さんとして来ていただきましたスクタマさんでーす。どうも、16日ですね、はい、そうですね、はい、出演ということで、はい、サティの、まあ、雨が降ってますこなら絶対できるということで、言い名前ちゃんと同じ並びですよね、はい、あ、そうですね、トップバッターでやらせていただいてます。そうなんですか、はい、11時からでしたっけ、はい、はい、でいつも通り、歌と踊りたわけですね。そうですね、僕が、はい、あのウクレとボーカルをやって、はい、たまにはね逆に、踊ってみたら今私歌えないみたいな、はい、そうですね、で、まあ、はい、ね、生徒さんももしねスケジュールが合えば、うん、あのこちらのあのタマさんの、はい、ね、前もあのエメロードでやった時もなんか生徒さんね、すごくお綺麗な生徒さんが、ありがとうございます。自分のことじゃないかな、私じゃないかな、はい、じゃあ楽しみにしてます。11月16日、お願いします、はい、必ず行きますので、はい、よろしくお願いします。今日は本当に長い時間ありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそ、はい、また遊びに来てください。はい、はいはい、この、茅ヶ崎テレビはブロケード茅ヶ崎、デンモータース、欧風食堂カンティーヌマシュ、三宅歯科医院、株式会社ティーズエステートさん、電動モータース、NPO 法人湘南スタイルさんのご協力でお送りいたしました。まだあの協力していただける方募集しておりますので、皆さん、あれでしたらぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで茅ヶ崎テレビまた来週です。11月にお会いしましょう。さよなら。昨日
てゆく茅ヶ崎の風に吹かれて